大会には山口市や萩市、田布施町などから7チームおよそ60人が参加しました。風船バレーボールは障害のあるないや障害の種類程度に関係なく参加できるように考案されたスポーツです。バドミントンのコートを使って1チーム6人で競技します。ルールは各地域で独自に工夫することができます。この大会では障害のない人が3人まで出場可能で、鈴を入れた風船をチーム全員が必ず一度は触ってから8回以内に返さなければいけません。試合が楽しいです。練習とかしています。正面に当たらなかったからな。例えばこう外に中に入れるように入れたいです。楽しかったです。年齢に関係なく参加できるのも特徴で、10代から80代までが競技を楽しみました。